遡ることおよそ300年前の18世紀イギリス。空に美しい月が浮かんでいたその夜、20歳の誕生日を迎えた一人の青年が絶望の淵に突き落とされた。外には暗闇が広がり、部屋の窓は鏡のように青年の姿を映し出す。そこに幼い頃から母親にだと言われ続けた見慣れた自分の姿はいない。左右で異なる瞳の色、大きく尖った耳、そして口から覗く牙には鮮血が滴っている。そう、その変わり果てた姿は孫うことなきヴァンパイア。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴミトリ。マドモアゼル、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ。言うの闇人形の闇にですわ。ケントロ、いつも以上に神器臭い顔をしてどうしたんですの。いや、闇に君はいつも私を神器臭いと思っていたんだね。実は今回は特別編、私と闇に君の生い立ちや出会いのエピソードをご紹介しようと思うんだ。いよいよこの日がやってきましたわね。辛い過去もあるけれど、いつも応援してくれるミッドナイトの皆にはぜひ知っておいてほしいんだぞ。言うの若き日の悩み。遡ることおよそ300年前の18世紀イギリス、ロンドン近郊に立つ屋敷で私は生を受けた。父親は貴族の次男坊としてのびのびと育った人物で、何より歴史を愛していた。幼い頃の私の楽しみは歴史家だった父の書斎で過ごす時間。重いドアを開けると天井まで届く本棚がいくつも並んでいる。そこにぎっしりと詰め込まれた本を眺めるだけでも胸が高鳴ったものだ。やあケン、また遊びに来たのかい。父はそう言うと仕事の手を止めて私に話を聞かせてくれた。遥か遠い昔に起きた出来事や地球の裏側の国の文化。今思えば私が歴史に強く心惹かれるのは父の影響なのだろう。母親は町一番の美人と称される人だった。透けるように白い肌と切れ長の瞳、そして艶やかに輝く髪の毛、加えて茶目っ気のある性格で、まさに家族にとって太陽のような人だった。私が風邪をひくと栄養満点だからといって当時高級品だったチョコレートドリンクを飲ませてくれたのもいい思い出だ。ケンってやっぱりお坊ちゃまでしたのね。そう言わないでおくれよ。確かに恵まれていたけれど、私なりに悩みもあったんだ。成長した私は父の勧めでオックスフォード大学に進学した。父のように心置きなく学問に打ち込める、そう期待に胸を膨らませていたが、実際には大学の雰囲気に馴染むことはできなかった。周囲の学生は皆貴族や上流階級の息子ばかり。子供の頃から上流階級と呼ばれる人々の先民思想に違和感を感じていたが、最高学府である大学でもなお身分や上下関係というしがらみが多いことがひどくショックだった。学問の前では皆平等であるはずなのに。一方同じ頃、イギリスは着々と植民地帝国への歩みを進めていた。様々な国へ出向き大義名分を盾に土地を奪った上で奴隷を手に入れる。そんな国の乱暴な行いに強い憤りを感じたが、生活から奴隷の仕事を切り離すことは容易ではない。優しかった両親であってもそれは同じだった。こうして人間の不平等を生みながらも自分自身は恵まれた環境でのうのうと暮らしていると思うと、胸がえぐられるような自責の念に襲われる。次第に私の心は塞ぎ込み、楽しみにしていた大学の講義も休みがちになっていったんだ。大学からの連絡で私の異変を知った両親は驚き、そしてひどく心配した。ケン、あなたは繊細すぎるのかもしれないわ。でも大丈夫、いい先生を見つけたから。母はそう言って憔悴していた私を評判の精神科医のもとへ連れて行った。当時精神病院には悪いイメージがつきまとっていたから乗り気ではなかったが、母の心配そうな顔を見ると断れない。連れて行かれたのは古いレンガ造りの一軒家だった。こうして門を叩いた先で私は運命を揺るがす人物と出会うことになる。忌まわしきマッドドクター、レクターだ。ああ、ヤミリ君にも私とレクターの間の因縁についてきちんと話したことはなかったね。レクターこそが卑劣な手段で私をヴァンパイアにした張本人なんだぞ。ドクター・レクターの教皇。どうぞ。ドアを開けた先には一人の男が座って待っていた。そう、彼こそドクター・レクターだ。レクターを目の当たりにした瞬間、私は生まれて初めてオーラに圧倒される体験を味わった。私より小柄にもかかわらずレクターからは異様な圧が放たれ、目が合っただけで足がすくんだ。
今思えば私の本能が危険を察知していたのかもしれない。ケン君だね、ここに座って。一瞬迷ったが、私は言われた通りにレクターの前に座った。そして彼と正面から向き合ったことであることに気がつく。なんとレクターの手には指が6本あったんだ。え、そんなことってありえるんですの？ああ、後に調べてみたところ、多死症といって400人に1人くらいの割合で生まれるらしい。一部の地域では指が多い子供は神の子として崇められるそうだよ。レクターは私の視線に気がつくと、おかしそうに笑ってこう言った。驚いたかい？これは生まれつきでね。君が悪いというやつもいるが、私から言わせれば、人と違うからこそ価値がある。価値？レクターのその言葉は、周囲に馴染めずにいた私の興味を引いた。つい身を乗り出した私に対して、レクターはこう続けたんだ。ああ、そうさ。君も自分はどこか人と違うのかもしれない。そう思うからここに来たんだろう。ぜひ話を聞かせてほしいね。ミステリアスな微笑みを浮かべるレクターに、次第に私は引きつけられていった。この人なら自分の気持ちを分かってくれるかもしれない。そんな思いから私は胸の内をレクターに語り始めた。自分の生い立ち、世間に抱く違和感、学問への情熱。レクターは私の話に真剣に耳を傾け、インテリジェンスに富んだ返答をくれる。そんな彼に私が心を開くまでそう時間はかからなかった。レクターの元に通うようになり、私の精神はみるみる安定していった。落ち込むことが減り、世の中のために自分ができることを探そうと前向きに考えられるようになったんだ。正気を取り戻した私を見て、両親も胸をなで下ろした。そして話し合いの結果、20歳の誕生日を節目に通院をやめ、大学に戻ると決めたんだ。こうして迎えた誕生日、私はレクターと最後の約束をしていた。レクターから誕生日と新たな門出を祝うと聞かされていた私は、夕暮れ時に彼の家を訪ねた。いくら待っても返事がない。不思議に思った私がドアノブを握ると、それはスルリと回った。ドクター・レクター、ケンです。いらっしゃらないんですか？私は彼の名を呼びながら、見慣れた診療室に足を踏み入れた。しかし、いつもレクターが座っている椅子に彼の姿はない。おかしいな。最後にきちんとお礼を言いたかったが、不在なら仕方がない。後ろ髪を引かれつつも部屋を出ようとしたその時、首元に鋭い痛みが走った。何者かが背後から注射器を刺してきたんだ。みるみる遠のく意識の中振り向くと、そこに立っていたのは他でもないドクター・レクターだった。どうして。すまないね、ケン君。せっかくの実験台を逃がすわけにはいかないんだ。でも君ならきっと気に入ってくれるはずだよ。こいつ、ケンに何するのよ。ヤミリ君、怒ってくれてありがとう。不意打ちを食らい、この時の私はなすすべもなかったんだ。次に目覚めた時、私は診療室のベッドに横たわっていた。目が覚めたかい？隣に立つレクターは、今までに見たことのない冷たい目で私を見下ろしていた。よくも。ひどいめまいがしたが、私は無理やり体を起こし、怒りに任せてレクターにつかみかかった。が、その瞬間、初めての感覚が私を襲った。そして、湧き上がる欲望を抑えきれなかった私は、レクターの首元に噛みついた。私はひどく混乱した。頭では自分の行動の異常さを理解しているのに、体は甘美な血の味を求め、レクターに吸い付いている。レクターに突き飛ばされて床に倒れ込み、やっと正気が戻った。私は一体何を？レクターは首から血を流しながら、先ほどとは打って変わって満面の笑みを浮かべている。なるほどなるほど、そういうことか。これは傑作だ。どういうことだレクター？私に何をした？怒りと恐怖に震える私に対し、レクターは恍惚の表情で語る。彼は不老不死の薬を開発中で、その実験台として私を利用した。しかし実験は失敗。その代わり君はヴァンパイアになったんだ。不老不死とはいかずとも、美しいまま数百年は生きられるはずだよ。そんな、まさか。あまりに非現実的な話で信じられない、いや、信じたくない私に対し、レクターは卑劣に笑って部屋の窓を指さした。外に広がる暗闇のせいで、窓は鏡のように私の姿を映し出す。左右で異なる瞳の色、大きく尖った耳、そして口から覗く鋭い歯には鮮血が滴っている。以前の自分からは変わり果てた異形の姿。
愕然としてへたり込む私をよそに、レクターは楽しげに喋りながらドアに向かって歩き出した。君に打った薬は、そうだね、この月夜にちなんでムーンと名付けよう。いやはや、しかし不老不死の薬に足りないものは何だろう。私はまた世界中を探し回る必要があるような。待てレクター、ふざけるな、殺してやる。錯乱状態の私を振り返ると、レクターはさもおかしそうに笑い、こう言い放った。ケン君、君を人間に戻せるのは世界でただ一人、この私だけだよ。この広い地球でもし再び出会うことがあれば、その時には君の幸運をたたえ、元の姿に戻してあげよう。そんな、レクター、待て。私は力を振り絞ってドアへと走り、レクターを追おうとしたが、わずか一瞬の間に彼の姿は闇に消えた。心優しい両親は変わり果てた私を見たらどんなに悲しむだろうか。それどころか、最愛の家族を自分が襲ってしまうかもしれない。そう思うと、もはや家に戻ることはできなかった。こうして帰る場所を失った私は、レクターを探す旅に出た。数十年後、誕生日に行方不明になった息子を探し続けた夫婦が亡くなったと風の便りに聞いたが、それが私の両親だったのかはもはや知る由もない。変にこんな悲しい過去があったなんて、レクターを恨んで当然ですわ。その狂った医者を私が代わりにギッタンギタンにしてやりたいくらい。手荒なことは私が人間に戻ってからにしてほしいけど、その気持ちが嬉しいよ。でもヴァンパイアになったからこそヤミリ君と出会えたと思うと、悪いことばかりじゃないんだぞ。二人の出会い。ドクター・レクターを探す旅を続ける私は、ある年の冬にフランスの街を訪れた。と言ってもヴァンパイアになって以来、日の光の下に出ることはかなわない。その上、人に見つかれば怪物扱いされ、すぐに大騒ぎになってしまう。ひどく不自由な姿になった私は、街が寝静まった深夜、人目を忍びながら歩き回ることくらいしかできないんだ。今回も大きな収穫はなかった。一人きりでこんな惨めな生活をあと何百年続けなくちゃいけないんだ。孤独に押しつぶされそうだったその時、月明かりに照らされたあるものが私の目に留まった。それは街角のゴミ捨て場近くに捨てられていたアンティークドール。ちょっと、ただの古人形ではありませんわ。緑に輝く瞳とか、気品あふれるお洋服とか、もっと言うことがあるでしょう。ヤミリ君落ち着いて、まだ話の途中だから。人形は全身が汚れ切っていて、左腕は痛々しくもがれている。その姿が彼女の壮絶な過去を物語っていた。私は一人きりでゴミ捨て場に横たわっているその人形になぜだか心惹かれ、彼女にそっと手を伸ばしたんだ。その時、人形が一人でに動き出し、私の手を掴んだ。突然のことだったが、私の心は乱れない。その代わりに宝石のように輝く彼女の瞳をじっと見つめながら尋ねた。君は一体。私の反応が意外だったのか、人形は怪訝そうな顔を見せる。私は闇人形のヤミリ。あなた、私が怖くないんですの？君を怖いなんて思わないよ。私の名前はケン。君こそ私が怖くないのかい？人形は私を見返しながら首を横に振った。この瞬間、すさんでいた私の心がどんなに救われたかわからない。そう、これが私の唯一無二のパートナー、ヤミリ君との出会いなんだ。なんだか改まってこんな話を聞くのはこそばゆいですわ。そうかい、私にとっては大切な思い出だぞ。あの時話してくれたヤミリ君の過去についてもお話ししていいかな？ええ、ミッドナイトの皆様になら話してもいいですわ。風の冷たい夜だったから、私は寝裏にしている古い洋館にヤミリ君を招待した。その道すがら、ヤミリ君は自身の生い立ちについて話してくれたんだ。ヤミリ君が生まれたのは17世紀のフランス。彼女を作ったのは人形職人の父を持つ一人の少年だった。幼い頃から父親に人形作りの技術を叩き込まれた少年はめきめきと頭角を現した。しかしその一方で、父の商売はうまくいかず、生活は貧しくなる一方。母親が外に働きに出て何とか家計を支えたが、父が酒に溺れ暴力を振るうようになると、肉体的にも精神的にも限界が来てしまう。ある朝、少年が目を覚ますと、すでに家の中に母の姿はなかった。母さん。最愛の母に置いていかれた悲しみに暮れた少年は、やがて一体の人形を作り始めた。
行き場のない寂しさと憎悪を込めながら朝から晩まで一心不乱に人形を作る少年。こうしてできた人形には魂が宿り、月の光が当たると動き出す不思議な存在、ヤミリ君が誕生したというわけだ。なるほど、人間の強い思いは時に奇跡を起こすものだね。実は私も元は人間だったんだが、レクターという人物によってこんな姿に。って、あれ？気がつくと隣にいたはずのヤミリ君の姿が消えていた。慌てて辺りを見回す私の耳に届いたのは、ヤミリ君の悲鳴。この時は人形人生最大のピンチでしたわ。ああ、私もすぐにただごとではないと分かったよ。私はヤミリ君の声がした方へ急いで向かった。そしてたどり着いた先で見たものとは、巨大な野犬。腹をすかせた一頭の野犬がヤミリ君に向かって牙を向き、今にも飛びかかろうと構えていたんだ。そして次の瞬間、やめろ。私は考える暇もなく野犬とヤミリ君の間に滑り込んだ。野犬が私の腕に強く噛みつき、鋭い痛みが走る。どうだ、うまくないだろう。分かったらもう行け。野犬が立ち去ると震えていたヤミリ君が慌てて駆け寄ってきた。ケン、腕から血が。どうしましょう。ヴァンパイアのあなたに血を分けてあげたいけれど、私は人形だから。その方が助かるよ。私はこんな姿になっても人間らしさを忘れたくないから、血を吸うのは我慢しているんだ。人形のヤミリ君だからこそ安心して一緒にいられるんだぞ。その言葉を聞いたヤミリ君は泣きながら怒ったようにこう話した。私はあなたを信用できなくて逃げ出そうとしたんですわ。きっと他の人間たちみたいに不気味な人形だと言って売り飛ばしたり乱暴したりするんだと思って。ああ、今までどんな辛い目に遭ってきたんだろう。ヤミリ君の言葉に私は胸が締め付けられた。そして思わずこんな提案をしていたんだ。私を信用できないなら信用しないままでいい。だから一緒に旅をしないか。君さえよければ世界中を回ってある男を探すのに付き合ってほしい。もうずっと一人きりで寂しいんだ。私の言葉にヤミリ君は目を見開いた。そして恥ずかしそうにそっぽを向くとこう答えたんだ。まあそこまで言うなら付き合ってやってもいいですわ。こうして私たち二人の旅が始まった。今日も私はヤミリ君と共に様々な歴史を学びながら、レクターの行方を追って世界中を飛び回っているんだぞ。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。翔くん、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。